決められる藤稽古迷わず生きてくれちゃついていく決して笑わない藤圭子が明るい表情でファンサービスする超秘蔵映像。藤圭子さんがファンサービスのボーリング大会を開催。なんとファンと一緒にボーリング大会を開催。ボーリングの球を片手にこの表情、終始ファンサービスを忘れない藤圭子だった。さらにもっと貴重な映像が。爽やかな陽気の春の一日、今日は藤圭子と春季大運動大会です。なんとファンと一緒に大運動会まで開催。すごい、こんなイメージ。感激です、こんなに大勢の人が集まってくれるなんて。でも外の空気って本当に美味しいですね。どんなコメントと頬を上気させながら嬉しそうな圭子ちゃんです。ファンを大切にする姿勢が実を結び、年間売り上げベスト10に2曲同時にランクインする快挙を成し遂げたのだった。あ、走りだよ、走りだよ。はい、どうもご苦労様でした。おお、結構人気、元気ありますね。今日は3対3の引き分けでございましたね。やっぱりお疲れになりましたか。ああ、そうですか。あんた随分なんか嬉しそうな顔してますね。はい、あんたは大体何割ぐらい言ってますか。3割ですか。3割だし、あんたは3割。いや、打ちますな。あなたは3割。みんな3割ですね。あんた何割ですか。水割り。余計なこと言ってない、余計なこと言ってない。最後にですね、景気よく赤ヘルブンさんのですね、応援歌をお願いしましょうか。よろしくどうぞ。笑わないイメージの藤圭子だが、コントでははしゃぎまくる少女の素顔を見せていた。
藤恵子さん。そうなんですよ。なんとキャンディーズと藤恵子さんがですね、一緒にキャンディーズの振り付けを踊ってみたという映像でございまして、ご覧いただきましょうか。まさに幻のコラボですよ。どうぞ。いいですよ。はいはいはい。そう、参加することに意義があるんだからね。いいのよ。はい、はい、はい、何でもいい何でもいい。はい、うわ全然。当時ね、全員集合、張さんはもうアイドルといえども何でもさせました。さあさあもう一杯、もう一杯、灘のお酒、あずまずる、もう一杯。アメリカ・ニューヨークで生まれ、母・藤恵子さんに抱えられながら帰国した時のもの。どんなだったんだね。母親ってどうですか。でもなるとやっぱこう気持ちとしても全部変わってきますかね、お母さんになると。全然違いますね。もうどんなとこ、どういう風に変わったんだろう。いや、もういろんなこう考え方っていうか、うん、それまでね、なんか赤ちゃんがね、あんまりあの欲しくないようなこともね、おっしゃったんですよ。私全然子供はあの欲しくなかったし、あ、正直言ってあんまり子供って好きじゃなかった、それを言われてみて、今はどうなんですか。今、いや、子供ってすごい可愛いと思よかったです本当ね。